近日、中京の高山台で作家のイ・ケイさんがある隠し撮り動画を公開しました。動画によると、中国の地下工場でアメリカのミシシッピ州、フロリダ州、ノースカロライナ州の投票用紙を印刷しており、その数量は月50万枚に達したといいます。視频我都是让对方给我拍的，因为对方他只认钱。那我把这些东西拿到了之后呢，我就给美国的媒体这边，因为当时出来的声音不只是只有我一个，很多声音都已经出来了。那我当时就尝试联系去媒体，但是他们都不报道。后来这个事情是被好心的人翻译成英文，然后发到网上，全网扩散开来。所以我这边手上的资料还有一大堆，所以我这边的话只是想说，他既然连大选都能控制，他既然连经济也能控制，那下一步他还想要控制什么？所以我觉得这个世界已经坏透了，所以必须要有人出来站一些，做一些正确的事情。这边你这边费用的话多少钱打印一下，我这边现在叫人给你转。那个跟上次一样啊。 OK 好，我知道了，你再把二维码发我一遍，谢谢。ネット上に公開されたこちらの録音では、一人の男性と広東語なまりの工場のオーナーが、アメリカの投票用紙をどのように偽造するかについて北京語で話しています。後にこの動画はイ・ケイさんが提供したものであることが明らかになりました。イ・ケイさんは満州族で、祖父は中国共産党中央弁公庁経営局の元高官で、父親は銀行の管理職についていましたが、2016年に反腐敗キャンペーンで投獄され亡くなりました。イさんは11月9日ツイッターに、中国広東省の印刷工場は偽造の投票用紙を印刷している。これらの投票用紙は2020年8月から10月の間に医療用品の名目でカナダとメキシコに郵送され、その後アメリカに流入したと投稿しています。12月5日には、今回の選挙は不正選挙であることを私の人格と神への信仰を持って誓うと投稿しています。NTD ジャパンがお伝えしました。